はい皆さんこんばんは今見えていますかね、えー、皆さんこんばんは今からですねお金から未来を考える特別セミナー「どうなるどうする未来レボリューション」が始まります、えー、今回、えー、司会をやらせていただきますマルチクリエイターとしてやらせていただいている伊吹と申しますよろしくお願いします、えー、と僕は基本的には、えー、とインフルエンサーみたいな形でやらせていただいてるんですけども、まあ、相方がいてなんかいろんなコメディとかをちょこちょこやってるんですけどこういう真面目なものも久しぶりなんですけど皆さんよろしくお願いいたします 続いてナルリちゃんお願いしますはいーせーのナルリルリはいということで中学生高校生の皆さんこんばんは真剣ゼミ公式姉妹 VT ちゃんのナルリです中学生の皆さんは元気でしたでしょうか来てくれてありがとうございますそして高校生の皆さんはお久しぶりですかね初めましての方もまあ多いんじゃないでしょうか 今日はですね、お金のことを皆さんと一緒に学んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっともうテンションの差が出てますけども、この動すごいな、すごいな、えー。このセミナーですね、お金から未来を考えてみようって内容なんだけど、ははなるりちゃんはお金には興味はある。まあね、お金だけに。おお、すごいヤツが来ましたね、皆さんね。よろしくお願いいたしますね。お願いします。よろしくお願いしますね。 お、うん、金のことは、ね、たくさんねあの欲しいなとは思うんですけど、まあ、お金からあの未来を考えることはないなと思いまして、うんまあ、一体どんなつながりがあって思ったんですけど、うん、そうだね、えー、と見てくれる皆さんも、えー、と同じだと思うから、まあ、このセミナーでは、えー、みんなが大人になった時に役立つお金の知識や、えー、お金から分かる未来を、うん、クイズや、えー、投票など楽しんで学んでいきます。 はい、お願いします。お金と未来のことが楽しく知れそうですそうですね、はい、そうなんですそして、えー、みんなですね積極的に参加してくださいそれと,、えー、とこれが注意点ですチャットの使い方ですが今回はこっそりチャットのみになります、えー、音や画面のトラブルはもちろん出演者の意見や質問を全て全てこっそりチャットで書いてくださいお願いしますはい時間あの質問はですね時間が限られているので全部お答えすることができませんあらかじめ すいません申し訳ございませんでもですねちゃんとねあのチャットの方は読んでおりますので、うん、はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやもう500人ぐらい見てるらしいんでわわおすごいなわからんぞ500、はい、それではいきましょうではここで本日のスペシャルゲストお金のプロ投資を行うスパークス社の松井さんに登場してもらいましょうはい松井さん今日はいろいろお金のことを教えてくださいよよろろししししくくおお願願いいまますす はい、皆さんこんばんはスパークスアセットマネジメントから来ました松井と申します、えー、ファンドマネージャーという仕事をしています本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますえっとですねスパークス社さんは、えー、今高校生も授業でお金のことを習う時代になったので、うんえー、中学高校生のうちからお金に興味を持ってもらいたいと真剣ゼミと一緒に未来をつくるラボの活動をしているんですよねはいそうです 中高生の皆さんにお金から未来を予測するヒントですとかお金の知識をご紹介してワクワクする人生作りですとかまあとですね未来をつくるラボこちらのサイトでは漫画やタイプ診断など楽しくお金をから考える未来の情報を発信しているので皆さんもぜひ一度アクセスしてくださいはい。 確かにねお金も大事だけど未来の、ね、進路を、ね、あの考えるのもとても大事ですよねということで皆さんも「未来をつくるラボ」のウェブサイトを、ね、いろいろとチェックしてみてくださいよろしくお願いします、うん、い,やいいね自分も高校生の時なんかお金のこと全く学んでないのであ<ー>、まあ、本当に多分中高生で学べるのめちゃめちゃいいと思うんで、うん、ぜひぜひ皆さんもあの今日しっかりと勉強していってください、うん、<laughs> はい最初はなるりちゃんのコーナーお願いします、はい、では そうで,ですね。ここからなるりがですね。皆さんを代表して、松井さんに色々と質問していきたいと思います。はい、できるかできる限りお答えしますよ。よろしくお願いします。ではですね。早速行ってみましょう。行きますよ。なるりがお金と未来を読むプロに迫る。なぜお金で未来が変わる始まります。よいしょまずありがとうございます。拍手 ではまず一つ目ずばり投資って何ですかはい投資にもいろいろあるんですけれどもうん、うん、今回は株式投資についてご説明します、うんはい、株式投資は今後成長が期待,る期待できる会社に投資をして、うん、まあつまりお金を出して、うん、その利益を最終的に分けてもらうという仕組みになります、うん、英語でシェアという言葉ありますけれども動詞だと分けるっていうことですね これが名刺だとと株式という意味にもなるんですああなんかもう英語の授業にもなってますねこれすごいですね投資はですねお金を増やすためだけではなくてあの事業,業を応援する推し活の一つってことでしょうかねそうですね推し活会社を応援するという意味で<お>まあそういうふうに言えますね<ー>自分がが応援する会社が成功したら <laughs> 投資をしている側も豊かになれますし、うん、投資された会社も発展する,なるほどでその会社が出しているサービスとか商品を使う人々も、うんまあ、ゆ豊かになれるので、まあ、みんなで豊かになろうという仕組みが、まあ、投資という仕組みになりますはあなるほどなんかすごいですねなんか投資のイメージがガラッと変わっちゃったかもしれないですねところで松井さんは ファンドマネージャーだそうですがそれは一体どんなお仕事なんでしょうかはいえ、ファンドマネージャーというのはお客様個人であったり年金であったりいろいろなお客様いますけれどもそういった方々からお金をお預かりして今後成長するいい企業を探し出してそういった会社に投資をします最終的に投資で得た利益をそういう方々にお返しするとまあそういった仕事をしています じゃあ松井さんはそのどうやって先の未来に伸びる会社を見つけてるんですか？そうですね。難しい質問だと思うんですけれども。はい、とにかく徹底的に調べるリサーチをすることかなというふうに思います。はい、今起きている社会課題について考えたり、うん、まあニュースを見たり。あとはですね、たくさんの人々。いろんな業界の方、社長さん。 そういった方々にお話を伺って、まあ、この会社だったら成長できるなとそういった会社を探していますなるほどとことん調べて素敵な会社を見つけるんですねやっぱりフィーリングじゃダメなんですねでは、えー、ここから発展する分野や会社を中高生が見つけるにはどうすればいいんでしょうかそうですね中高生の皆さんも自分が投資家だったらどういった会社を推したいかな 応援したいかなと、うんまあ、そういったことを考えながら身の回りの出来事を観察してみてください、うん、ヒントとしてはいつの時代も、まあ、世の中に役に立ったりいろんな人から応援される感謝されるそういった分野や会社が成長していくということです、うん、なるほど理解です私もねなんか投資家になったつもりで探してみますそしたらこれが一番聞きたかったズバリ そうですね、お金持ち突然ですけれども、はい、このあとのコーナーに参加したら、そうですね、みゆりちゃんの質問攻めはもうここまでということで、このあとのクイズと投票に参加したら、お金持ちになる以上のあることがあるかもしれないんで。 てことでいきますクイズコーナーです、はいえー、このコーナーでは、えー、お金に関心が持てて知識にもなっちゃうクイズをします、はいえー、やり方は簡単です全部で4問出しますその正解数で今の君のお金に関する知識レベルを「いレベル」えー「コインレベル」「ビットレベル」と認定しますと<ー>これって松井さんどういう何かあるんですかねこのレベルの 似てるんじゃないかなと思いますね。ね<ー>昔、コイン使う前は、貝がお金だった時代がありますね。で、あの、お金にまつわる漢字を見てみても、うん、結構貝がつく漢字って多いんですねう。買うとか、あと貯金とか、財力とかにも。そうですね。かがついてますね。すなるほど。 じゃあ私もですねえっ、ー、とビットレベルを目指してクイズに挑戦してみたいと思いますそうですね全問正解目指してなるいちゃんも頑張ってくださいはいそしたら、えー、ではここからパパッといくので正解数を皆さん覚えいておいてくださいねでは1問目いきます<お>日本で消費税以外にも税金がかかるのは<え>これはもう簡単よ あいえー、丸一、えー、高級な寿司を食べる二温泉に入る三、はい、犬を飼う<ー>画面の選択肢から答えを選んでくださいとさあなるちゃんどうえー、ちょっとこれ簡単なんですかこれもうめっちゃ僕はもうやっぱ簡単ですよあ,あらららそう なるにちょっとイクラが大好物でして、うん、なんでちょっと高級なお寿司を食べるがいいかななんて思ってますね <laughs> なるほどね、うん、いくらが好きだからっていうことね <laughs> 全く問題に頭をつかんでるな,な <laughs> 大丈夫かなその回答は全然だけどもうそろそろ答えいきましょうか <laughs> はい、はい、じゃあ答えいきます正解はこちらです <laughs> 皆さんの結果を見てみましょうあごめんなさい皆さん結果見てもいいか一回 皆さんの結果を見てみると。お,お<っ>すごい犬を飼う。<っ>結構みんな分かれてますね。お、そうなんですかおへー。さて、じゃあそれでは正解に行きましょうか。おおきおい正解はこちらです。丸二、温泉に入るでございます。 日本にはですね、入湯税という税金があるそうです。ちなみになんですけど、多分結構犬の方が多かったんですけども、ドイツなど海外には犬税、犬税というものを取る国もあるそうです。国によって。皆さんどうかな当たってたかな。そうなんです。よ温泉はかかるんですよ。へ、えそうなんだ。はい。ごめんなさいね、ちょっと僕頭いいんで。さすがです。さすがです。 私あんま頭いいキャラではないんですけどね <laughs> そんなそんなそれでは2番目いきましょうお願いしますはいどうはおっ<お>面白いですねお菓子を1お菓子を日本から輸出する会社二、うん、日本から海外旅行に行く人三お,お昼におにぎりではなくパンを食べる人<お>画面から答えを選んで入力してくださいと はいはい、これはちょっと難しいかもねああ難しいんですねでも最近こう成美ちゃんこう円安みたいなこう、うん、多分ニュースで流れてると思うんだけどそれは聞,きます聞くはい<あ>ニュースは見てますあそうかすごいな <laughs>、はい、まだテンション入らないか不利だなニュースは見てるんですけどどうそしたら今回答えどれになりそう <laughs> えー、でもちょっとお腹が空いてきたからお菓子かパンかなって思ってからだから,だから <laughs> 答えがひどいのよマジで <laughs> さっきから本当にみんなしっかり考えてるよねしっかりとそうですかに誰にも考えて、うん、パンかなって思ってますパンかなってなるほどね <laughs> さあこれはどうなるでしょうか、ねうね、皆さんの答え、ね、一回皆さんの答え見てみましょうかうん、うん、おっ何ですか皆さんはどんな感じでしょうか お菓子を日本からするする会社の ① が多いです圧倒的な 70%, <ー>70ぐらいじゃあみんな絶対お菓子かパンはねどっちか選ぼうとしてお菓子だったんだ <laughs> そうかなるほど考え方だけ違うんだよなこの子だって <laughs> 小学生なんだよなまるげちゃんだけ <laughs> すいませんということで皆さんの回答70%ということで答えいきましょうか <laughs> はい答えはですねはいお願いいたします 答えは一。お菓子を日本から輸出する会社です皆さん大正解7割ぐらいの方が正解ということですね答えはですね一ということでお菓子を日本から輸出する企業円安は海外で日本のモノサービスが安くなる状態のことを言っておりますだから円安の時は海外で得た外貨をより多くの日本円に換金できるので有利ということでございますああなるほどまあちょっと最近ね 多分すごいねみんな多分しっかり見てんだろうね。うん、そうですね、うん、頭いいな,みんな素晴らしいやるなみんな何レベルになるんだろうなやりますね,ね3問目いきましょううんええー、3問目投資するときはリスクをどう考えたらいいお,お<ー>いいですね丸一リスクとはお金を失うこと危険だから絶対に避けるべき二リスクとは投資の結果が不確実だということ マルさんリスクなんて考えるな感じろ <laughs> いいですねそれでは画面から答え選んで入力してくださいどうぞいやーどうでしょうかねこれはちょっと時間を使おうかなおいやーでもねやっぱりリスクなんて考えるな感じろっていうのもね、うん、やっぱりなるりはそういう思考に至りますけど大事な時もあるからねそう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 、うん、でもね今回ばかるちょっとやっぱお金ですからそうそれだよちちょょっっととねリスクうーんちょっと 避けちゃうかななるよりはちょっとじゃ丸一になっちゃうって感じかなそうですねなるほどね怖いわこれ,これはどうなるでしょうかおでも待ってよもう俺はこれはもう絶対わかるんですけども <あっ S 2> これ本当に分かっても大丈夫ですよ本当に素晴らしいです <laughs>、えっと、したら皆さんの答え見てみましょうかうん、うん、さてどんな感じでしょうか、えー、丸二圧倒的ですね丸二、えー、のリスクとは、えー、投資の結果が不確実だということがはい、はい 80ぐらい,い,いのかなこれ75かなすごいですねさてこれが答えがどうなるのかそれではいきますよ皆さんスさん答えお願いします。 はい皆さん大正解でございます答えは丸2、えー、リスクとは投資の結果が不確実だということです損はするからいや損をするから避けようという意味ではなくうん、うん、利益が出るかもしれないし損失するかもしれないっていうその不確実性のことを言っているっていうことなんでなるほどまあリスクはもうつきものですのでねああ、はい、もうこれは仕方ないでもこれはでもちょっと通な問題なんじゃないかなとは思いますけども、うん 次がラストの問題なんですかね皆さん何問ぐらい正解してるんだろうねマジでさて成海ちゃんラストでございますよはいラスト結構むずいですね<っ>えー、投資の世界で中高生が大人より圧倒的に有利なのは<ー>これいいねいい問題ですねこれ一記憶力、うん、丸二時間、うん、丸三学力ああ シンキンキグライブスタートさあこれは何でしょうかくーいやーまあねどれも中高生の方が大人よりなんか有利そうですけど、うん、まあでも大人になると勉強のことを忘れちゃった時もあるし、うん、まあでも特に時間は絶対有利じゃないでしょうかねおお<ー>急に頭よくなっちゃいました急になんかなるみちゃんすごい真面目な感じで <laughs> どうしたのここが外せない <え>一文でもいいあくそかこれラストの問題だからね <laughs> かこれ意外と分かれてんじゃないかな、うん、これはどうなんですよね皆さんのぜひ気になりますよ投資の世界ですからねおおこれ見てみましょうかおいい感じに分かれてるんじゃないですか<ー>これすごいなんか綺麗やぞ、えー、記憶力が40%大体半分ぐらいとうん、うん、ほんで時間が2030%ぐらいかお<ー>ほんで えー、学力がちょっと少ないか15か20ぐらいねなるほどなるほどねさて結構みんな分かれてるねこれ全問正解なる人かならない人が多分結構分かるんじゃないかないドキドキそれでは答えいきましょうお願いしますはい答えは丸に時間ですやった当たりました <laughs> いややっぱちゃんと考えるべきでしたねこれはいやいやそうだよ <laughs> なんで一番最後だけめちゃめちゃガチガチで考えてんの急に <laughs> 答えは時間です。投資はですね10年20年30年と長い年月をかけるほど利子に利子がついてお金を大きく増やせるチャンスがありますだから投資は早く始めるほど有利になることが多いですああなるほどどうでしたいやそれじゃそしたらどうなんだろうなるりちゃんはちゃまぁ一もね買いレベルですねまあましますそうなんです みんなどれぐらいなななななんんんだだろろうう何レベルぐらいなんだろうなんか気になりますね,ね結構分かれてたとこがあったんでん意外と分かれてるとこあるんじゃないですかね。いということでこの問題を終えてちょっと詳しく松井さんちょっと中高生のうちから知った方がいい,い,いなんか知識とかってお金に関してありますはい九3三 <laughs> 番目の問題の、うん、投資のリスクに関する問題投資です。うん 投資の世界で大きなリターンを得るには、うん、ある程度のリスク大きなリスクが必要だったりします、うん、なので、まあ、損は絶対にしないけど、うん、確実にいっぱい儲かりますよ、うん、そういうおいしい話は絶対にないと思ってください、うん、あー素晴らしいみんな,ないからね、まあ、気をつけてねみんな分かりましたよ、ね、皆さんもねうまい話だけは騙されないようにしてください、ね、<laughs> 一番騙されそう、ね、<laughs> <laughs> 説得力がすません <laughs> あとですね最後の問題の、うんうん、投資を早く始めた方が有利という こ,こちらも大事な知識ですね、うん、で長い期間投資すれば、うん、利子に利子がつく、うん、これを福利効果と呼ぶんですけれども、うんはい、雪だるま式にお金が増える可能性があります、うん、ほあ雪だるま式ですね、まあ、ただね、まあ、皆さんは社会人になってお金を稼いでから、うん、投資を始めても遅くないと思いますよ、うん、そうですねじゃあ皆さんねあの雪だるま式でねお金が増えるなんて憧れますので皆さん夢持ってくださいそうです、ね、よろしくお願いします 夢持てるなもう <laughs> いい、ね、下しっかりな勉強しないとな、うん、それでは次のコーナーに行きましょうかはいではね次はどうするどうなる大人になった時の社会と君よいしょよく言えたはいありがとうございますこれですねお金から未来を考える質問です ただしですね、先ほどと違って、今から質問には正解がありません。ですので、選択肢から自分の中、自分で近いものを投票していただけると。 っていう感じなんでなんか正解がないんで正解がない、はい、じゃあみんなのねどんな考えがあるのかとても楽しみですうん、うん、なんで1問目早速いってみれば多分皆さんもざっとわかると思うお。お<っ>なるほどね正解がない感じだ、うんえー、じゃあ1つ目の投票をいきたいと思います、うんえー「君は文房具を買う時何を重視して選びますか?うん」1> 1「一好きなデザイン二機能性三値段が安い」 マ四環境や人に優しいと。なるほどうん。難しいねこれ。難しい。でも私はやっぱり一の好きなデザインですかね。やっぱデザイン重視。デザインか、うん。だけどですね。お<う>。やっぱお小遣いピンチとかやっぱりねお金がカツカツだと一番安いものを買いますかね。なるほどね。まあでもそうだよね。これ本当に。 状況によって違うとこもあるよね。環境。関係難しいよね。これ難しいな。何にしようか、俺もこれ。君は文化で何を重視俺何にするかな。何にするかな。<laughs> 結構むずいな、<laughs> これな、ねね。難しいね。どれも大切だ。いや、全部大切だと思う、う本当に。難しい。でも、俺も丸。 ああ一緒ですね一緒かもしれない、ね、やっぱお小遣いピンチなんですね <laughs> なんだろう俺の貯金のこと言うんじゃないよ何だよ急に急に俺貯金とか後悔してないからな、ね、んで急に怖いこと言って怖いねこの人本当にということで集計結果見てみましょうかはいお,お<っ>すごいなんか結構いい感じにあ使いやすさええー とということでなるほどね機能性ね丸二のあでも結構綺麗に分かれてるねやっぱり綺麗ですねえー、意外とみんな、ま、使いやすさかそうかそうなんだ、ね、みんなお金に困ってるからかもしれないな<ん> <laughs> お小遣いちゃんともらってますね皆さん <laughs> そうですねいいですねそれではじゃあこのせ結果ですけども松井さん何かありますか、うん、そううですね実は買うことも、うんうん ま社会の未来を変える行動になります。ほうものを買うとそれを作った会社にお金が流れます。<あ>そうするとその会社が発展しますよね。はい。なので皆さんが大好きなものを買うとそういった大好きなものが社会の未来の社会に溢れるそういうことが起こりかもしれないです。なるほどなるほど。なので環境に優しい商品を買うと環境に優しい未来を作っていくことができるということになりますね。 なるほどねあじゃあこれもええー、なるほどなるほどじゃあもうその俗に言うそのちょっと若い子たちの推しに貢ぐみたいなところも一緒な感じですよね<ー>いい未来を作っていけますねそうですね確かに,、はい、確,かに確かにです <laughs> すごい推しに貢いだらみんないい未来が待ってるからねそうですよ危ないなこれなんか推し <laughs> に貢ぐあまあそうですねでもいいね、うん、なるほどね社会に関係してるんですね素晴らしい じゃあ次丸にいきましょうか、えーはい、投票にいきましょうあこれもいいですね、えー、未来の社会をよくするためにどの分野の会社を応援したい、えー、なるほど丸一感動を与える作品を作る会社丸二日本で働きたい外国人をサポートする丸三リサイクル技術で環境をよくする会社丸四飢餓を解決するハイテク農業技術の会社丸五医療介護ロボットを作る会社と うん、さてこれは皆さん難しいっすねなちゃんどうえー、やっぱどれもいいんですよねねどれもねどれもいいでもなんかロボットって聞くとやっぱりね、うん、なんかいいなーっていや未来感がありますねなるほどねじゃあ丸五の医療介護ロボットを作る会社そうかー<れ>私も一応 AI なんで。 <laughs> 私も一応 AI そうだねそう,そうだねる美ちゃんもそうだねこう見えて AI なんですこう見えてう見えどう見えてもでしょうどう見えてもでしょう <laughs> なるほどそうか俺はねどれかなで丸1かなやっぱり自分が多分一番近い仕事をさせてもらってる、うん、多分感じもあるんでやっぱ感動とか楽しませるみたいなところを作ってる会社さんを応援したいかなシンプルに まあ、なるりもちょっと皆さんを楽しませたいっていう気持ちもあるので一 <laughs> ごめんねなんかすごいいいこと言ってしまってな,んかなるりちゃんのこともねぜひぜひですけどもすごいななるほどね集計結果見てみましょうか、えー、はい、はい、みんなはどれかなおうめちゃめちゃ綺麗に流れてるすごいなあでもリサイクル技術で環境を良くする会社は結構多いですねすごいねやっぱり今そのとかも多分結構 まあ、多くの会社さんもやられているとか、心がけているところ多いから、うんうん、そこも含め、すごいね。すごいですね。今、紙ストローとかもね、いっぱい出てるから、ね。そうね、そうね、紙ストローとかあるね。うん、すごい。めちゃめちゃ綺麗に分かれてるね。すごいい意外と赤少ないんだ。あ本当の。ね、意外なんだけど。みんな感動を与えよう。<laughs> ね、みんな感動を与えよう。感動与え。 そうみんな感動を与えよう,いやもう全然悪くないんだけど <laughs> どれを選んでもいいしなるほどねこういう結果ですけども松井さんどうううででしょうか、うん、そうですね、まあ。投資家になったつもりで、うん、ぜひ考えてもらいたいなとこれも投資家になったかも<う>これもあいろいろ将来就職したい会社とか興味がある学問を考えるきっかけに、うん、ぜひこういうところからあの考えてほしいなというふうふに思います。なるほどね。だから 応援っていうところがもう投資にもつながっていくってことですよねそうですねはあ面白いなああなるほど,なるほどそうしたらここに紹介されている分野これからねみんなに、ね、必要とされそうな分野なので、はい、ぜひぜひ皆さんもなんかいろいろと頑張っていきましょう <laughs> 頑張っていきましょう <laughs> すっごいずなまとめになっちゃう <laughs> ごめんなさいねそれでは次のコーナーに行きましょう、はい、あこれ大事わあ出た来たぞ一番大事な時間、はい。本当に質問タイムでございます それでは、ここから質問タイプですお金のことや未来のこと聞いてみたいことをこっそりチャットで書き込んでくださいこちらで確認させていただきますですので皆さん質問お待ちしておりますのでねお待ちしてますはいしてますということで私もまた松井さんに質問しちゃおうかなダメですえ あれなミちゃんダメです今回は,は,はせっかくなんで今こう見てくれている中高生の皆さんに一回譲って <laughs> そ,そうですね<う>譲って、ね、譲ってあげますじゃあそう、うん、俺もそんなことしたくないんだホ本, <laughs> 本当はねそれではじゃあ一つもう早速来ている質問いきましょうかはいはいえつ目将来お金で困らないようにするためには今から何をやっておくべきですか 素晴らしいね誰ですかぜひお願いします松井さんそうですねお金にまず関心を持つこと社会の動きに関心を持つことっていうのは一つあると思いますあとは皆さん少しお小遣いってあると思うんですけれどもそれをちょっと貯金に回して残りを例えば自分のための投資に使うとかいろんな経験旅行とかでもいいんですけどそういうのにちょっと。 どうやってお金を使おうかなっていうことを考えてほしいですねなるほど,、ね、なるほどじゃあお小遣いはねちゃんとちょっと貯金ということですかねそうだね計画的にね、うん、それはもうめちゃめちゃ大事だと思ってるんでなるにも頑張ります <laughs> <laughs> そしたら2つ目早速いきましょう投資って松井さん,ん何歳くらいからできますかときております そう,ね、そうですね、うん、あの投資、未成年でもできるんですけれども、うんまあ、その場合はあの保護者の方の同意が必要になるので、おうちの,の方と相談して、まあ、もし投資したい場合は、まあ、そういうことをあの次に進めてもらったらいいかなというふうに思います、うん、なるほど、だからまあ、普通に誰もができるってことではあるってことですよね。そうですね。まあ、親御さんのこう 同意があればの話ですけども。なるほどね。未成年でもできるんですね。それは知らなかったですね。すごいね。今めちゃめちゃ質問いただいてるわ。すごいわ。すごいわ。すごく。今僕見えてるんです。ダラって感じです。ダララララってきて本当に。いいね。みんなすごいぞ。ちょっと名前は出せないけどみんな名前のセンスいいね。すごいよ。みんな名前のセンスめちゃめちゃいいよ。ネックネームがとてもね面白いんですよね。ニックネームすごい好きかもしれない。私もニックネーム見る。 さて三問目来ておりますあ、これ僕も気になりますえ,え、松井さんがファンドマネージャーになったきっかけはお<う>きっかけですかこれめっちゃ気になる本当に気になるいや、金融業界まずかっこいいイメージがありましたよね、うん、ああ、なるほどい頭いい人が働いてるイメージはい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 その中でまあいろいろな金融といってもいろんな仕事銀行とか証券会社とか、うん、投資の仕事あるんですけど、うん ちょっと株の世界って会社株価が上がったり下がったりちょっとゲーム性があったりするところそういうところにちょっとビビッときましたええなるほどねまあそうだな確かにファンドマネージャーってなんかいいかっこいいっすねっいいまあでもやっぱ大事なお金預かるんで責任がすごくあったりするっていうのす、うんね、本当のゲーム感覚はちょっと間違、はいない後々知るんですけど <laughs> 確かに確かにそういう責任感重要性を 感じてて仕事していまちょっとどん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 来ているんで「丸四いきましょう「丸四というか質問4つ目お金を無駄に使わないようにするにはどうすればいいですかわ、うん、それは誰にも知りたいねこれ俺も知りになるうんやっぱ計画一つは計画ですよね計画まあどういうところにお金を使いたいか、うん 全部好きなもののの買ううっっていいはやっぱ難しいので、うん、自分が好きなところにお金を使って、うん、自分がそうでもないなっていうところはどうやって節約しようかなとあ<ー>まあそういうふうに、まあ、強胆強弱をつけてやってもらったらいいかなというふうに思いますなるほど、ね、なるほどじゃあ少しの諦めも必要ってことですねそうだね、うん、節約感ど,ど,どんどんこれは質問はあればあるほどいいと思うんでどんどんいきますねスピード上げていきます え今松井さんはどんな会社を推し活してますかとおお気になる気になるこれマジ気になるそうですね僕今注目しているのは、うん、脱炭素脱炭素,あ脱炭素やっぱり地球の温暖化っていうのはもう、うん、みんなにとっての問題ですよね、うんまあ、そういう問題を解決するような仕事とか、うん、会社とか いっぱいあります技術がいっぱいあります。あとそういう脱炭素脱炭素社会になると、いろんなルール作りが必要になってきますね。はい,はい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 。まあ、そういうことをややるような仕事っていうのも非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。へえ。え他にあります？僕めっちゃ気になっちゃってるんです。他に他ですか？脱炭素もしあれば、はい、全然。いややっぱりもう一つは少子高齢化。<ー>日本で進んでますよね。いいね 日本だけじゃなくて今中国とか全世界で進んでることなんですけれどもまあそうすると労働人口が減ると若者が減っちゃうんでこう一人一人すごいモチベーション高く仕事しないといけないとそうすると従業員のモチベーションを上げるようなサービスこういうのって非常に重要じゃないかなというふうに思います 本当にめちゃめちゃ本当に気になってるんで次行きましょうえ松井さん投資家の大変なことそしてやりがいは何かありますかそうですね大変なことはやっぱりお客さんの大事なお金を預かっているというところですねまあ人によっては1万円を預けてくださるお客さんもいますし大きな方々だと数百億円とかそういう金額を我々に あの預けててもらっているとまあそうすると我々も責任重大ですから本当に真剣に取り組んでプレッシャーが少しかかる中でもまあ投資に取り組むっていうそういう姿勢が大事ですしそういうのが一番大変なところかなと思いますただその分やりがいいも大きいですね私たちがの行動によって社会を変えられるそういった可能性がある仕事です 脱炭素の社会を応援したければ、うん、そういった会社に投資をして、うん、うまくいってもらえるように応援をするとそうすると脱炭,素脱炭素社会が本当に作れるそういったところがやりがいになってますすごいですねなんか人間の信頼関係ですねすごい、うん、間違いないごめんねそれプラスでさみんなの質問今僕見えてるんですけどい頭いいね本当になんか <laughs> いやみんな本当にすごいわ なんか未来が楽しみだなんかすげえおじさんみたいなこと言っちゃったけど <laughs> 次の質問いきましょう、えー、今世間ではキャッシュレスが広がってます確かにね、うん、今ある現金はどうなりますかと気になる今ある現金はどうなりますか来きてますね結構あの<ー>大きい多分課題ですけど多分、まあ、松井さんの見解で全然大丈夫だと思うんですけども難しい質問ですけれども、うん、まあやっぱりお金は信用を表してると思うんですね この1000円,が1000円なのはみんなががこれが1000円でいいよって言ってて言るからななんでですねのキャッシュレスになってしまうとそういうものがある程度ちょっとなくなってしまう可能性があるので実際のお金っていうの通貨とかコインっていう紙幣こういったもの必要なんじゃないかな。 っていうふうに個人的には思ってます。わ<ー>かります。わかる。私あの周りの子はいつもキャッシュレスなんですよ。もう全員が。でも私だけは、もうちゃんとお財布の中にお金を見て。ああ、こんだけしかないって思いながらお。お買い物をするので、キャッシュレス全部になっちゃうと。 ちょっとね節約さっきも出たんですけど難しくなっちゃうんで確かにね私はお金が好きかなちょっとねなんか自分の持ってるお金の価値をちょっと忘れちゃいそうで確かにね実物があるっていうのはう安心感が少しありますよねあるね確かにね、うん、俺も俺も完全キャッシュレスなんであ<ら>もう慣れちゃってるなは、うん、そうかそうか次そしたらもう行きましょうか質問タイムはもう以上でいいですかね は、だね、終わりですか。はい、もう一個ぐらいありますか。ラスト一問ぐらいですかね。おラスト一問です。はい。これはでかすぎる。なんだなんだ,んだ気になるぞ。<laughs> 最後でかすぎる。<laughs> いきます、松井さん。将来、貯金と投資と、どっちがいいですか。<laughs> おーおーおーかけに出た。これ将来のためにってことですよ、ね。そうです。もう。貯金と投資と、どっちがいいですかと。 もちろんバランス大事でですすよねね、うん、そうですねこれ全部投資をしても <laughs>、うん、投資ってお金が減る可能性がある、うん、それがリスクなんですけれども、うん、その代わり増える可能性がある、うんまあ、そういうバランスなので <laughs>、うん、全部投資っていうのはおすすめできないです,です、ね、なるほどなるほどその,その逆全部貯金っていうのも、まあ、やっぱりその100円は100円で変わらないので、うん、もう少し 将来のために世の中にお金を回すために使っていいと思うんですね、うんうん、なので私のおすすめは投資を7割ぐらい、うん、ええー、7割マジっすか3割じゃなくて7割お投資ですか頑張ってください <laughs> 貯金もしつつ投資をメインにお金を回していこう,、えー、そ,うそれがいいんじゃないですか へーちょっとこれはありがたいなーー俺もちょっとあとで個別でご相談させていただきますお願いします7割3割は結構みんなもねびっくりしたと思うんだよね半分とかじゃないんですねねそこだよね7割かそれでは多いなぜひぜひ質問タイムはこれぐらいで皆さんたくさんありがとうございます,んいますなんですけど質問タイムも以上となります、はい、次お願いいたします えー、あっという間にもう終わりに近づいてまいります、えー、お金から未来のことを考えられる皆さんはなりましたかね、うん、そしてですね本日のセミナーですね録画も公開予定でございます、うんえー、中学生のみんなハイブリッドスタイルの人は、えー、ホームからオリジナルスタイルの人は11月9日、えー、水曜日の10時頃から会員ページからオンラインライブ授業サイトで見ていただけると 嬉しいいでございます結構大事なことを皆さん言っていたのであのぜひぜひこれメ,モメモとかぜひぜひ皆さんしていってください、うん、そしてですね高校生のみんなはですね、えー、サクセスナビからオンライン授業のページで11月9日水曜日10時ごろから見て,くる見てくださいと、うん、そしてですね会員以外の皆さんは未来をつくるラボのサイトから11月25日ごろに録画のご案内をさせていただきますと、うん、ということなんで ぜぜひぜひ皆様この後ですね19時からですね高校生向けにお金から進路を開くセミナーがあります高校生の皆はぜひぜひそのまま続けて参加してください松井さんが引き続き出演してくださるそうなので<ん>ぜひぜひ皆さんそのままいてください、はいえー、そしてお金や未来に興味を持ったら未来をつくるラボのサイトもぜひぜひ皆様チェックしてください えー、じゃあ、えー、チェックしてくださいということなんですけどもいいねこの漫画で見れるのは、うん、それでは最後になりますけども、はい、一言ずつちょっと感想やメッセージでお会いしようかなと思ってるんですけど、はい それでは、じゃあなるみちゃんどうですか？はい、いや、今日はね。皆さん、本当にまあ、お集まりいただきありがとうございました。いや皆さんとね、やっぱりお金のね。知識とかね。投資とかにもね。あのすごくクイズ形式でね。学べたりとか、やっぱ最後の質問コーナーですよね。うん、あれでやっぱりすごくね。実感が湧きました。投資とかについて、うん、あとお金の大切な大切さについてね。うん あなので皆さんもぜひぜひね、あのー、また見返したりとかしてみてくださいよろしくお願いしますねそしてあのなるり YouTube の方でもやってたりするんで<お>気になる方はねぜひあの YouTube にね「あのなるり」と検索して飛んでみてくださいあの 勉強の息抜きにです。勉強の息抜きに見てください。すごいね、ラルリちゃん。おひっこり告知してきたね。いいね。でもちょっと俺は見たい。マジで見たい。ありがとうございます。どういう感じだったのか気になるんで、ちょっと皆さん皆さんね、ナルリちゃんね、検索して見ていきましょう。よろしくお願いします。はい。じゃあ次松井さんお願いします。はい。はい。まあ今回いろいろ投資とかお金のことについて、まあ皆さんに興味をもら持ってもらえるきっかけになったらいいなと。 自分が持っているお金もそうですし、まあ、社会で回っているお金についても、ぜひ、興味を持って考えてもらいたいなというふうに思います。まあ、あとは投資家になったつもりでせ、世界を見ることで、まあ、将来就職したい分野ですとか、学びたい学問、そういったものを考えるきっかけにしてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。それじゃあじゃあ僕最後に。 はい、そうですね、えっと、僕は本当にちょっと多分、えーとまあ、クイズ形式やら何やらで多分,分かりやすくこう解説もしてくださったんですけど僕一番やっぱ刺さったのは正直、松井さんのさっきの7割3割っていうところなんですけども多分、中高生の皆さんもです、ね、気をつけてほしいのはですね7割3割っていうのも松井さんが徹底的に調べた中での多分今の見解なのでもうやっぱりここからは自分で調べることが大事だと思うので多分僕だったら、もしかしたら割,割合も。 違ってくるところもあると思うので、うん、中高生の皆さ絶対73っていうわけではないってところだけ <laughs> そうです、ね、そうですよねここだけちょっと気をつけてくださいということを最後に言いたかったんですけども、うん、えと本当にちょっとあのより多くの方が見てくださったので今も六600人近くぐらいわお見てくださっております,、うん、すごいですねということで皆様、えー、お金についてこんな感じで皆さん未来を作っていきましょう <laughs> それでは皆さんこんな感じで皆さん手を振って終わりたいと思います 皆さん今日は参加してくれるとき、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,い,ましたいさんありがとうございます続けて